ネイチャースクール開始です。あのさ、黒い黒い岩の山あるでしょ。わかる？あれ、あそこ谷川だけ、谷川だけで黒い岩がこう崖がポワンってなってきます。また参加したいです。最初は無理でばっかだったけど、だんだん最初はなんかめっちゃ速くて、なんか全然コントロールとかもできなかったけど、だんだんコントロールとかできるようになったらよかった。最初は板を揃えてターンできなかったのが、いっぱい練習して滑ったら板を揃えて曲がれたのが楽しかったです。最初は転んでばっかだったけど、最後はあんまり転ばなくなったから、楽しかったです。また来年も来たいです。あと今日スキーは教えてないけど、腕の位置だけ教えたでしょ。あれは上手に滑る方法じゃないからね。かっこよく見せる方法だから。スキーなんて上手に滑ろうとしなくたっていいの。別に上手でもどうでもいいの。スキーが上手くても下手でもどうでもいいの。かっこいいかかっこ悪いかだから。ほんとそう。もう上手い下手じゃなくて、かっこいいかかっこ悪いかだから。もうそれだけ。